バットレリジョンはアメリカ合衆国出身のパンクロックバンド。メロディックハードコアのスタイルを生み出したグループの一つ。同国を代表する現代パンクロックの重鎮としても知られる。1988年発表のサードアルバムサファーにおいて、疾走感や徐情性、哀愁味を帯びたメロディーライン、王ンオズと呼ばれる。 重厚なコーラスワークなどバンドとしての特徴を確立し、その後1994年発表のエースアルバム、ストレンジャーザンフィクションで、バンドとして初めて商業的な成功を収め、また本作において日本デビューを果たす。フルスエピタフレコードに復帰して、以降もコンスタントに新作を発表し続けており、2013年に発表されたティーン6アルバム、トゥルーノースは、 ビルボード200のアルバムチャートにおいてバンド史上最高位となる19位を獲得した。結成以来、世界情勢、戦争、貧富さなどについて真摯に向き合う姿勢を貫き続けており、歌詞のテーマは宗教的なものから人間の生き方を問う哲学的なものまで害して難解なことで知られる。時にはボゴワ社でさえ辞書を引かないとわからないほどの難解な 声を多用するため、一部からは、歴史コン、辞書パンクスとも呼ばれている。ほぼすべての曲が、グレッググラフィンもしくはブレッドガービッツによって作られている。1980年、ロサンゼルスで同じ高校に通っていた、グレッググラフィン、ブレッドガービッツ、j ベントリー、j ジ,ジスクラウトによって結成。1981年、デビュー EP、バッドレリジョンをリリース。 自らのレコードを発売するために、ブレットが中心となって、レーベルエピタフを立ち上げる。ドラマーが、ピート・ファインストーンに交代。1982年、ファーストアルバム、How Good Hell Be Any w r s リリース。We Are Only You のが収録され、また、パート3ではサークル・ジャークスのギタリスト、グレッグ・ヘトソンがゲスト参加している。1983年、 セカンドアルバム、イントゥーザ・アンノーン・リリース。ブレッドがグラフィンへ誕生日プレゼントとして送ったシンセサイザーを楽曲へ導入したがほとんど売れず、長らく廃盤となっていたが、デビュー30周年を記念して2010年にリリースされた30 years LP ボックスセットにて公式に LP 版として再発された。この後ブレッドがドラッグ、 アルコール中毒で音楽活動が困難となり、またグラフィンがウィスコンシンへ移り住むためだったバンドは解散状態となった。1984年、ロサンゼルスに戻ってきたグラフィンをヘトソンが誘い、ブレッド不在のままバンドの再建を始め、EP、バックツーザノーンをリリース。1987年、ブレッドがバンドに復帰。1988年、 サードアルバムサファーリリース。1989年フォースアルバムノーコントロールリリース。1990年フィフスアルバムアゲンストザ・グレインリリース。1992年シックスアルバムジェネレーターリリース。ドラマーがボビー・シェアーに交代。1993年代表曲アメリカン・ヤソーを収録したセブンスアルバム。 レシピ4ヘイトリリース。今作を最後にエピタフを離れ、メジャーレーベルのアトランティックレコードへ移籍。1994年、エースアルバム、ストレンジャーザンフィクションをリリースした後、エピタフ社長も兼任しているブレッドは大きくなっていく、レーベルの社長業務に専念することを理由に脱退。他に、メンバー間の不仲、ドラッグ中毒にも原因があるとされる。公認に、 ブライアン・ベイカーが加入。1九9六年、ナインスアルバム、ザ・グレー・レースリリース。プロデューサーに、元ザ・カーズのリック・オーケー・ケイセックを起用。1九9八年、テンスアルバム、ノー・サブスタンスリリース。二千年、イレブンスアルバム、ザ・ニュー・アメリカリリース。トット・ラングレンをプロデューサーに起用。二千0年、トゥエルフスアルバム、ザ・プロセス・オブ・ビリーフリリース。 今作より、エピタフに復帰すると同時に、ブレッドガービッツもバンドに復帰。また、肩の腱証炎悪化により、ボビー・ジェイヤーが脱退し、公認に、ブルックス・ワッカー漫画加入。2004年、13th アルバム、The Empire Strikes First リリース。2006年、ライブ DVD、Live at the p a r a d i m リリース。2007年、14th アルバム、New Maps of Hell リリース。 2008年、14th アルバムに未発表曲を含む7曲のアコースティック音源を加えたニューマップスオブヘルリリース。2010年、15th アルバムザディセントオブマンリリース。2013年、16th アルバムトゥルーノースリリース。ありがとうございます。